九州の南を発達しながらゆっくり進む台風10号進路がまだ定まらず最新の予報ではあさってに九州へ接近しその後進路を北東方向に変えて北海道には今週末に近づく予想となっています今回北海道は前線と台風の組み合わせで特に大雨に注意が必要です北海道付近には秋雨前線が停滞していて 台風から湿った空気が流れ込むため台風が来る前から大雨が続く恐れがあります過去に前線と台風の影響で大雨になったのが2016年8月ですこの時は太平洋側を中心に4日間で200ミリから300ミリの大雨が降り北見市では所川が氾濫車を運転していた男性が亡くなったほか 同東のラウス町では土砂崩れで男性がけがをしました。また、北見市では畑が浸水し、玉ねぎが流れ出すなど農作物にも大きな被害がありました。台風から離れていても大雨への備えが必要です。 ではここからは菅井さんとお伝えします、はい、北上中の台風10号日本に大きな影響を及ぼしそうですね、はい、1時間前午後4時に発表された最新の進路です台風なんですがノロノロしているのはちょうど方向を変えるのでこういった時ってペースが ゆっくりになるんですねそしてとどまりながらさらに発達しまして非常に強い勢力となっていきそうですその後強い勢力で九州に上陸する恐れがありますし日本列島を縦断そして予報円が大きいということはどこに進むのか まだ予報が定まっていないということなんです、はい、ただ今回なんですが台風が近づく前に北海道は前線が伸びているんですねコンピューターシミュレーションで改めて見ていきますと明日なんですが台風15北海道からはまだ離れているんですが、うん、前線の雲で明日全国的に一番大雨になるのが北海道となりそうなんです、うん、さらに動きを見ていきますと まず台風が近づく前に前線で雨大雨となります。えそして台風はゆっくり近づくんですがその間前線の雨で雨量がどんどん重ねていきます。金曜日そして土曜日にかけて北海道にせ 接近の恐れがあります、はい、北海道を縫うように活発な雨雲かかっていくんですね、はいはい、今のところ接近のピーク大雨のピークは土曜日と考えていますがそれまでに日ごとに雨量がかさんでいきますので地盤が緩んだり川の水位も上がりそうです、はい、今週は毎日のように雨が降るということでしょうか、はい、そして今週のような似たパターンになっているのが2016年の8月なんですね2016年8月 浸水水水となりまししした今ののうちに排排点検排水ををくくくてておく工夫をしてくださいそして川が氾濫して避難をしてしまったらもう手遅れになってしまいますので危ない場所ハザードマップで確認をしてくださいそして地盤が緩んで土砂崩れの危険性も高まってきます。 土砂崩れになりますと間に合いませんので今週末、とにかく危ない場所に近づかないでいただきたいんですね予定の見直しなど今できる備え、今週中になるべく早く行っててください、はい、引き続き続最新情報ををチェックして十分に気をつけてください。